On FM to 8月17日木曜日時刻は4時を回りましたアジクーターラジオアジラジの時間です木曜日お相手は DJ モーリーとやらあゆみです さあ FM 小ザのスタジオから今日もこの2人でお送りしていきます。はい、今日も沖縄は34度でございますあのー、外の現場、今日撮影があったんですけど、輻、はい、射熱ってあるさ、はいあのー、太陽の日差しが、まあ、コンクリートとか地面等に反射してから熱がありますけど、これ、気温計があったのでちょっと見てみたら、はい、42度だった。うーわー そうなんですよねこの気温で出るものとこの手元に持つ温度計とか、うん、その地面とかの温度って全然違いますもんね全然違いますねそんな中現場の皆さんで仕事してるんだなって思いましたねだから本当に外でねお仕事される方は本当にもう頭が下がりますよねしかもあの長袖うわまあ日焼けとかね熱除けに持つからとかっていう理由があると思いますけど うわこれは長時間やってるんかって考えたらもう水分とか塩分とかもう何でもいいんで、はい、口に入れ,れんといけるんだろうなと思いましたね本当にでも水分ねもう本当にス,スイーツじゃないんだっけフルーツ <laughs> <laughs> 果物とかでもいいので,いで、はい、果物でもいいので、はい、本当にとっていただきたいなと思いますけどね,ね<ー>いやなんかあの昨日までというか、はい、あの今も全然本調子じゃないんですけど、うん、あの久しぶりになんか夏風邪みたいな夏をでちょっと そあの昨日も一日ちょっとゆっくり安静にしてたんですよ、家で。うんうん、なので、日光を浴びるのって逆にね、まあ、その水分、塩分とかの問題で長時間日光にさらされるのは本当よくないと思うんですけど、はい、あの日光に浴びるっていうのはあの大切だなと思いましって。ということそれぐらい屋内に居続けたってことですけねか昨日はもう一日、家でちょっとゆっくり安静にしてたので。うんうん いやーなんかその外に出たらなんか日光浴びるとそれもたまにはいいなと思いましたね。いやーまあ日差しのね太陽って不思議で、はい、僕も今日朝日見たんですけど<ー>久しぶりにお綺麗だなってちょっとうもうピュアな感じ前回だったんですけど中臼くのわの分かりますあ、うん、あのー,ー,ー,ーニューマンとかあー 329のはい、はい、海岸沿いのところですかそう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 ,そう、うん、あのー、まあ西原方面から中部に向かってくるとあのー、西原のニューマンが右手にあって、はい、ハートライフ病院が道向かいにあるみたいなそこからこう下っていくところの東の空にこの朝日がファッてこう差し込んできてたんですよ、うん、これがもうめっちゃ神々しくて朝からちょっと感動してましたねああいいですねうんいや朝っていうのはいいですよね 朝早く起きて、うんはい、もう何もかも、ね、朝に済ませるっていうのはいいですね。ですね。時間を有効に使った感じで気持ちがいいです。今日は皆さんにとって、ね、どんな一日だったんでしょうか、はい、まあ夕方6時ごろまでまあ日差しもあると思いますけれどもね、うんえー、ながらラジオでお楽しみいただきたいと思います。アジジクーーーータタラジオオ木曜日今日日今今もスタートですさあ今日のオープニングは サーターアンダギーで沖縄に行きませんか さあ今日のオープニングはサーターアンダギーで沖縄に行きませんかお送りしました。この放送はお母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイルディースクリニック、株式会社上心組以上各社の提供でお送りします。 さあ今日も暑いですけれどもね。はい。えー、頑張っていきましょう。ね。今週のやらさんぽ。はい。えー、タイトル変わってるし。一週間のやらさんを紹介するやらさんぽの時間でございます、はい。あの、先ほどちょっと夏風邪をひいててって言ったばっかりなんですけれども。あ、もっとないのなんか、えー、他に。いや、でも最近あの、お仕事を一緒にする方が結構名上な方々なので、はい、やっぱりいろんな人生論みたいなのを聞くと、うん あの勉強になりますよね。うん、あのその飲みの場所とかじゃなかったりしても、ご飯とかの場所じゃなくても、打ち合わせとかの場所とかで。なんかいろんな単位もない話するじゃないですか。うん、その時とかに。なんか出る、あのー何、な会話とかって勉強になると思いません。うん、な,るなるほど、なるほど。なんか、こう、言葉が違う気するよね。 あそうですねそもそもでね木曜日よく話になる、うん、語彙力が全然違う気がする、はい、確かにうん、うん、一つ一つとってもやっぱり説得力があるなというか何なんでしょうねこの説得力ってねあのー、この人の言う言葉だったりとかいや若いんだけど相当経験したんだろうなっていう言葉だから何、うん、だろう言葉にさあのゆったり感なゆったり感ってちょっと違うななんかこう、はい、スピーディーなんだけど 重,重みがあるとということですかね多分その経験したからこそ思ってるからこそ多分届くんでしょうねきっとねなんかそういうその人のバックグラウンドとかも知ってたらよりそういうことは思えそうですよねななんかいろんな経験値というかもう頑張ってこられたみたいな感じが分かるとね、うん、はいなるほどねじゃあ今週の「やらさんぽ」は目上の人といい話ができたっていうことですね,ですねはい。はい、さあ今日の番組のテーマなんですけれども「異性から」 今度ご飯行きましょうは社交辞令はいこちらでお送りしていきたいと思いますうん気になりますねこれはねどうですかこれどうですかあ早速ですか、うん、その流れによると思うんですけどねれそれまでの話のうん、うん、この会話の中にもよると思うんですが、うんうん、もし本当に異性からもういきなりというかもう そ,こその人発信でご飯行きましょうとか言われたら、うん、いいように捉えていいんじゃないですかなるほどこれ仕事でもまあプライベートでもってことですかああ<ー>結婚しててもお付き合いしててもしてなくてもってことですかええー、そこら辺の関係性はいろいろありますけどねお,<う>、まあ、お仕事同士の,そのビジネスの間柄だったら今度ご飯行きましょうとかってなったら、うん、もう お仕事の話みたいになるんでしょうね、うな,なるほど、なるほど、なるほそこで結果的によくご飯行きましょう、行きましょう言うけど、行かないっていう人もいるさねあの社交、女性は結構、社交辞令使うとかあるかもしれない、うん、男性ってどうなんですかね、女性はもう普通になんか行かなかったとしても、今度、ご飯行きましょうって結構。 ポーンって言っってちゃったりしますか、ね、いやーもうこれめっちゃ引っかかりますよ男性マジで <laughs> あのこれ本当にさ大げさじゃなくてえ「え、うん、あのこの前をちょっとまるまるからご飯行きましょう」って言われたんだけどどこ行ったらいいかなってマジで考えてるよあ本当,本当に本当ににあ,あ,あの社交辞令なんて一切捉えてないですねあそうなんですかまあ僕は特にはいえじゃそこらへんがじゃもう男女の違いですね なので、まあ、男性側の気持ちとしては、うん、行きましょう言われたら、もう約束って思っちゃいますから、<ー>行くことをやっぱり前提にいろいろ考えますよね。ええそうなんですか。今度ご飯行きましょうって言ったら、うん、あそうなんだ。じゃ自分が行ってからあっ,ちあっちから行きましょうって言われたとしても、うん、あ行かなきゃみたいになるんですか。ああ、全然行きましょう行きましょうってなりますね。<ー> もしかしかたら女性は具体的な話が出なかったら、うん、もうちょっと社交辞令かもしれないですねああ<ー> <laughs> いついつにっていううん、うん、じゃああれなんだその社交辞令よく今言ったようにポーンって言ったってことですからじゃあ来週の火曜日のお昼とかっ空いてますって具体的に提案されるともう嫌なんだもんそもそもじゃあ嫌ではないですよ嫌、うん、ではない,いやでも社交辞令の人からすると、うん、えっ、うん ググイグイ来よって思ううんじゃないですか、<laughs> そ,うそうなったら。あ、そしたら一瞬思うかもしれないですね、うん、あグイグイ来たかもだけどあ,あっちもじゃあ本当に行きたいんだなって思って、うん、そしたらこっちのね双方の確認ができたってことで行きたいなって思うかもしれないですねなるほど難しいなでもこれ捉え方難しいやつさマジでほら あの女性は社交辞令で行ったりするから、はい、あっちも社交辞令で行ってるのかなっていう、うん、多分、男性のこの一つあすぐ単純に誘ってくれたみたいな感じは多分思わないんですよね、女性は。うんうん、なので具体的にあっちが行ってくれたら、うん、あ本当に行くんだと思って、うん、あじゃあ行きましょうってなるんでしょうね、うん、なるほど一段階あってっていう。まあ男性の意見と女性の意見ちょっと聞いてみたいですね。本当ですねねこれは、ねうん、やっぱり このマップたちに分かるかもしれないですね、もう、モーリーさんと私みたいな感じで。僕は男性の目線としては、はい、もう、約束したから、もう、いかんと、もう、チームが介するわけ、やっぱり、<laughs> 気になって、<あ>気になって。ちょっともう、それは、なんていうんですか、もうあの、責任感じゃないですけど、もう、義務みたいな感じになるんだ。うん、約束、口約束といえ、行ったからねってなりますからね<ー>、うん。で、それを約束して、 え何もないまんま月日が流れて久しぶりだった時あごめんご飯行こうって言ったよねまたちょっと調節するからさーってなるうん、うん、すっかり忘れてるってないかもなるほど、うん、そこら辺はどうなんですかねどうなんでしょうかね、はい、え皆さん聞いてみたいなと思います「味クうたーラジオ」このテーマでお送りしていきたいと思います さあ、5時17分になりましたメッセージのコーナーです。このコーナーはアイレディースクリニックの提供でお送りします。さあ、今日は琉球新報の市町村面の中から紹介していきます。いじめのない学校に、浦添5つの中学誓い新た。学校からいじめを撲滅しようと、浦添市立浦添中学校で9日、絆のある学校を作ろう、浦添市生徒会フォーラムが開催されました。 浦添市内の5つの中学校で生徒会活動に携わる生徒45人が参加。生徒らはグループに分かれて、いじめ撲滅宣言について話し合い、いじめのない学校づくりを誓いました。スマートフォンなどの普及とともに多様化するいじめや不登校について、生徒自身が考え、いじめが起こりにくい学校を目指すことが目的。無料通話アプリライン、LINE、えー、などを 会員制交流サイトでいじめが発生しやすい状況も踏まえ、SNS でのいじめをしません。見て見ぬふりをしません。などのいじめ撲滅を宣言しました。各学校のメンバーが入り混じってグループに分かれ、ゲームで交流したほか、各学校のいじめ防止の取り組みなどについて情報交換しました。発表の場では、各グループがいじめをどうなくしていくかについて、それぞれ解決方法を発表。 相手のことをよく考える。人の嫌がることをしない。優しい言葉を使う。などと訴え、いじめ撲滅に向けた誓いを新たにしました。浦西中学校1年生の宇根良太さんは、些細な失敗を責めたりすることで、いじめにつながると思った。責め立てるのではなく、みんなで支え合っていけば、いじめは止められると感じた。と語りました。はい。ということで、生徒会フォーラム 浦添の5つの中学校、えー、生徒会活動に携わる生徒45人が参加したということですね。中学校っていくと、まあ、本当にもう思春期、はいね、いろいろこう,う、ね、多感な時期ですよね。ですよねいろんなこう体だったり精神のね変化がある時期ですけれども、はい、SNS っていうのも、ね、また一つ僕らの時代とは違う,うんカテゴリーのまあ存在が、ね、あるので。 複雑化ししてるかもしれませんねそうですねちょっともしかしたら陰湿なね、うん、そういうのがちょっと増えてるかもしれないですね。何がいじめなのかなってやっぱりこう考えたりもするんですけどやっぱりこう仲間外れだったりとか。はい 一人になるっていうのがすごい僕はいじめになってるんかなって思ってて。もう孤独を感じた時ってことですか、ね、そ,そう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 。うん、誰も味方がいないって思っちゃうと、はいうん、もう閉鎖的になっちゃうし、学校面白くないし、うん、生きてるのもっていうね、極端になっていくじゃないですか。はい、でも、あ、一人じゃないんだな。うん、一応、あれたちとはなんか応援するけど、あいつがいるから大丈夫だなっていう、 そのあいつに変わるような人がいるだけでいじめって変わるんじゃないかなと思いますけどね。うん、本当です、ねうん、だから多分自分のことを誰も理解してくれないって多分思っちゃうともうそこでねちょっとふさぎ込んじゃうというか本当に孤独感を感じると思うので一人でもねあの私の味方してくれてる人がいるっていう思うだけでもやっぱ違いますよね、うん、全然違いますよね。うん まあなので、クラスの一人、他のクラスの一人とかね、そういう,こう核となるまあ親友とか、自分の応援する人とかね、何かあったら助けてくれるっていう人がいるだけで、いじめの捉え方っていうかね、受け取り方ってだいぶ変わってくるんかなと思いますけどもね、中学生なりにそれぞれのまあ意見をね出し合ってえ考えているということですね。今日の琉球新報の市町村面の中から紹介いたしました。 メッセージこのコーナーはアイレディースクーニックの提供でお送りしました。 ツイキスでもコメントがたくさん来てますね。来てますね、はい、はい、じゃ、まず大塚さんからいいですかね。はい、お題、社交辞令にさせないように、いつにしますかと聞くようにしてます。うん、いつかと言われたら、やめましょうと言います。なるほど。はい、あ、もう大塚さんはもう、もともとというか、いつにしますかと聞くようにしてるんですね。あ,<ー>あちらにちょっと、気を使わせないようにというか。ははは。そういうことか。 で、あ、うん、いつかねって言われたら、うん、あ、ちょっとこれはもういかないパターン,パターンだなとなるほど。もう皆さん大人でいらっしゃいますよ。天童さんもなんですけど、うんうん、特にはっきりした日時が提示されない限り、社交事例としか捉えませんな。うん。でも、ちょっと話違うかもしれないですけど、はい、勘違いって大事ですよね。ああ、いい意味でのってこと あの恋愛とかでも、はい、あ,のあいつちょっと俺のことをまししてるやつさとかっていう勘違いとか <laughs> めっちゃスキンシップが多いんだけどちょっと俺に気があるんかなとかって勘違いから生まれるものとかもあるさあ<ー>ももん失敗もあるんだけど、ね、だから前向きというか,か男性って結構ね、うん、あの女性に比べたら単純って言われるじゃないですかうもうそうですよもうなので気をつけるようにしてますというか、うん、あのちょっとでもなんかね あのそういう感じになったら「え、はい、俺のこと?」とかって思っちゃう人とか多いじゃないですかいやそれはそうですやっぱりなんか目を見てずっと喋ってたりしても「えとかって思うとか聞いたことがあるのでいやこれはねあ,の <laughs> あると思います本当に、うん、でも職業からずっと結構人の目を見てう,ん、うーんって聞,くや聞き役とかに徹する時もあったりするのではい、はい、ねえちょっと あういやでもその時のあなたの表情は僕が思うにですよ、うん、インタビューですから多分 <laughs> いやいやない、ね、にあの記者の方かインタビュアーだと思うので <laughs> いやいやその時の目線は普通にもう別に仕事柄とかじゃなくてもね、うん、友人同士でも多分そういう職業柄出てるんじゃないかなと思って、ね、いやー <laughs> いやらさんほの字だなとかっていうのはないんじゃないかなあだ,だったらって言ったらあれだけどまあ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 でも、うん、免疫がある人は、うん そういう解釈はしないですけど免疫のない人とかがやっぱりこう普段とは違う目線をいただくとおってなりますからね普段と違う目線っていうのはわかるんですかいやあのー、その人が免疫ない人だったらねあ<ー>すごい目合わせてくるなこの人っていう捉え方になるじゃないですか、ね、でも確かになんていうんですかよく目が合うなとかっていう人は、うん、もしかしたら意識してしまうっていうのはあるかもしれないですよね、うんうん あでもこれプラスなのかマイナスなのかわからないよね。あ逆にね。うん。なんかちょっとあんまりだなと思って見てて。<laughs> で、向こう側がはっってなっちゃってっていうのもあるさ。あるかもしれない。でもそれによって生まれるのももしかしたらあるかもしれないですかね。勘違いでね。うん、うん。えー、大塚健治さん。<laughs> 恋愛は勘違いの連続ですよね。ということで。はい、うん。確かにね。うん まあ男性と女性っていうねもともとそういう違いがあるから勘違いの連続でそれが面白いかもしれないですね、うん、いろんな人たち性格が違う人同士が好きになったりするっていうのもそういうことじゃないですかそうですねサボさんが「まししてる」って久々に聞いたあえて使いました あえて使ったんですね。うん、なんか私世代はもう全く使わないですね。うん、いやいや、使ってますよ使わないです。まししてるって、大体そのニュアンスで、うん、あ、こういうことなんだろうなと思うんですけど、うん、なかなか女性は、 使わないかもしれなや女性でもある特定のジャンルの方は使いますよ何ですか特定のジャンルって何組の何々を私うちましされてるとか何か言いますかねえすごいチューブ感がんかすごいんですけれどもそう一部のこの一部のあれですから言ってもあ一部のなんですねでテントウさんがそういう発言は覚えてるんだなっていうのは下こじれのことね「どこどこご飯行きましょう」って言われた発言は覚えてるんだなこの番組の で行ったこととか結構忘れてるのにねふうってきてますね。そうですね。そうですね。認めちゃうっていう。そうです。そうです。はい。なんかね。あの昨日ですね。男性のアナウンサーの方なんですけど、ご飯食べに行ったんですよ。夜9時ぐらいから。珍しくないですか。おしゃれな、おしゃれっていうか、あのショッピングセンターの中にあるパスタ屋だったんですよ。はい。 で、パン食べ放題みたいな。僕、身長182位なんですね。はい。相手の方180近いんですよ、一応。ええー、じゃあもう、長身の二人が。で、あロうとか、混んでてめっちゃ。2二<ー>人でそれ、外で待つっていう展開になって。<laughs> <laughs> 何これとかって言いながら。で、中に入るじゃないですか。したら、女性客ばっかりだわけ。で、テーブル席に案内されて、<っ>マギーの僕と、で、 ややぎの,のアナウンサーの方、向かいに座ってもらって、パスタをこうくるくるして食べて、パンいかがですかって言われて、じゃあいただきますとかってやりとりしながら、女子に紛れで食べてるんですよ。これ、もしかしたら、はた、い、から見たら結構勘違いされたかもしれない、ね、結構勘違いされてるなと思ってましたね。<laughs> 目線めっちゃ感じたから。しかも、長身の2人で、なんかこのパスタ食べてる感じが、ちょっとなんか雰囲気ありますよね。うん、しかもさあのー フリードリンクだったから、はい、あのー、飲み物島に行くタイミングも一緒だったうわ <laughs> めっちゃ仲良しじゃないですか <laughs> なんかこうスタイル的に似,似た方で<ー>タイトな感じの衣装だったお互いなんかちょっと感じがされてるやつ合わせてますよね <laughs> いやいやいや、ね、いや,いや,いやじゃないんですけど まあそういうのありましたね。うわ、絶対にこれ、何割の人かが思いましたね、多分ね。で、しかも、閉店までいるっていう。うわ。お客さん他誰もいない、もう。もう店員さんとかに間違いなく思われてるパターンじゃないですか。<laughs> かもしれませんね。はい。かもしれません。ええー、面白い。その絵見たかったですね。まあでも、あの、初めてだったんですよ。この方と食事するのは。まあ以前から、あの、うん、まあ僕が行きましょうねって言って。うんうん 行ああきましょう行きましょうって言ってずっと流れ流れで1ヶ月ぐらい経過してようやくだったんですけど、はい、あじゃあ叶ったと、まあ、もしかすると向こうの方からすると社交辞令的な感じだったと思うんですけど、うん、いや僕はもう全然そんな気ありませんよっていうところでまあ、うん、お願いしてね。 ででもいいですね、うん、こうやって2人でなることとかなかなかないので私は,は,は、ね、<う>花を咲かせてそんな長時間もねしかも仕事の,、ね、あの方とかだったらあ本当はこんなって考えてるんだとかいろいろ、ねうん、風通しとかもよくなりますしね,すねやりやすくなるんじゃないですか今後の仕事もただこう場所と食べてるものが違かったっていうことですね <laughs> 言ったら、ね、なんでパスタやあだばっていう。しかもめっっちゃ待って <laughs> <laughs> まあまあどうなんうんまあね、店員さんとかには間違いなく思われたかもしれないですけどうまんあでも社交辞令、いいかもしれない、あ社交辞令というか、うん、そういう森さんみたいな人はいいかもしれないですね、得,<ー>得かも。得うん、なんか遠慮して、あ社交辞令かもしれないなとか思って、うんあの、あえていつって具体的に話を進めないよりは。 本当に一緒にご飯に行くっていうのを持っていくほどがんか間るとかもすぐ仲良くなったりするからいいかもしれないですねああそうですねなのでイメージがちょっと変わりましたねあこの方のそう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 いうのがあるんですよねご飯食べるっていうのはなかなかね心開かないと緊張で食べれないとかあるじゃないですかそれをクリアできるってことはね ね、同じ釜の飯を食べたってことですよおお、まあ、釜っていうかパスタっていうか <laughs> なんていうかまあおしゃれですけどね、うん、まあでもでも私も結構しゃ、うん、なんていうんですかその流れで雰囲気で行きましょうって言うんですけど、はい、本当に行きたいなと思ってますあそうですかうんうはいはいうんなので行きたいうん結構行く ことが多いかもしったことをね。そうそう,そう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 。ううん、合わせの馬さん、男性ですということで、えー、ご飯行きましょうと言われたら、脈割りかと思ってしまいます。テンション上がりますね。でも今は結婚して二人も二人の子もいるので、行けないし、誘いもないです。社交辞令でも言われてみたいですね。ということで。はい、うんでも本当に好意持ってない人には言わないかもね。 あ、ご飯行きましょうって。そうそうそう。だからいいかもしれない、そこはね。うんうん。脈なしではないかもしれない。異性からしたら。なるほど。うん。じゃあ、こんな場合どうですかあの、僕がですよ、女性に対して、あ、ごめん、僕がちょっとややこしくなるな。あの、行きましょうって誘われて、はい。はい、行きましょう、行きましょうっていう返しがあるさ。はいはいはい。その返しも社交事例の可能性もあるってことでしょ、言ったら。 うん。それがもちろん、それが一番のか社交事例じゃないですか。かなるほど。だって、あちらから言われて、行きましょう、行きましょうっていうってことは、うん、こちらから発信で行こうって言われたら、かなりの脈ありかもしれないですね。はい、なるほど。だここなんですよね、やっぱりねああ。ああいうリアクションしてくれたからあ、じゃあ誘っていいんだって思っちゃいますからね、うん。しかも女性はなかなか自分から異性にって言えないじゃないですか。なんか男性の方がね、行ってくれるのを待つパターンとかあるかもしれないので。うん、なるほど。 自分から行きましょうって言うっってて言ことは相当りかもしれないですねかもしれませんね。うん、さあということで今日の番組のテーマは異性からご飯食べに行きましょうと言われたら皆さんは社交辞令と捉えますかそれともそのまま受け取りますかこちらでメッセージをお待ちしています。 さああの夏の高校野球なんですけど、見てます、見てます、向いてますすごいね、見た<身>力が入ってる、むで、むてます、あの今日もね、うん、熱戦が繰り広げられて、今日ね、大阪桐蔭と智弁和歌山戦ありま智、ね、弁和歌山は敗退してしまいましたけどもね、2対1、うん、1> お互いですよ、いいピッチャー、いいバッターが揃ってるっていう優勝候補の筆頭、はい、だと思うんですけど、特に大阪桐蔭は。 えー、2対1で大阪桐蔭の勝ちと、はい、いうことらしいですね。うん、もうぎりぎりまで粘ってましたけどね、9回ね。うん、うんあの。ワンチャンス、はい、ワンナウト1、2塁ぐらいかな、ワンナウトでっていうところありましたけど、まあ、ダブルプレー、ゲッツーで試合終了。今日の試合で、えー、3回戦っていうことなのかな、はい、ベスト16が出揃うという、そういった話ですね。 そうなんですよね。もう早いなと思って、うん、なんかもう高校野球が終わってしまうっていう終盤にだんだん差し、あだんだん差し迫ってくると、うん、なんか夏の終わりを感じてしまいますよね。いやもう高難が負けてますからねもうね先週か先週か。ね、先週の金曜日でしたよね。うん、そうですね。えー、なんかこうだいぶ前にもう負け負けちゃったのかなってちょっと思ってしまいますけどね。うん まあでもね、これからまた3回戦4回戦と、は,い、はい、もう高校球児の夏、最後までね、うん、もうなんていうんですか、熱戦をちょっと見届けたいというか、うん、応援したいですね。レベルがさ、めっちゃ高いなと思って俺見てた。今年ゲームっていうか、このカード、すごいですよね。うん、あのー、どっ、大阪まあ一応い、うん、ヒットと言われてますけど、はい 僕は分からないないいと思いますねねやっぱり、ね、しかも高校野球って何があるか分からないですもんね、うん、その前評判とね、うん、だからまたその時の試合の,このコンディションとかもあると思うので、うん、本当ドラマがありますから。ね えー、今日は第1試合で熊本代表修学館が広島代表広陵に対し1対6、広、ま、陵、あ、が勝ったということですね。で、今現在は第3試合、宮城代表仙台育英対新潟代表日本分離の試合は1対0で5回の裏、仙台育英が、まあ、リードしているという状況ですね。うんえー、という流れになっております。はい。はい さあ、そして今日のメールということで、こちら、MJ さんからいただきました。ありがとうございます。はい、最 DJ モーリーヤレミ MJ です。異性から、今度ご飯行きましょう、と言われてみて <laughs> 誰か行ってちょうだい。もし言われたら。はい、あ、行く。言われたいって。言われたい。<laughs> 言われたいってい言ってたから。<laughs> もし言われたら、本気になるはず。 で、しばらく何もなくて、あ、やっぱり社交事例か、と分かるんだはず。うん、食事行ったとしても、何人かの仲間同士で、どちらかといえば、数合わせ的な割り勘要因で、えー、金だけ出させて返されそう。お金出すから、はい、ということで。ラジオネーム、MJ さん。MJ さんはじゃあ、モーリーさんが言うとこの、免疫がないパあのタイプってことですよね。 あんまり言われたことがなくなかったから、一回言われたら本気にしちゃうっていう。<laughs> いやいや、まあそう、そうですかね。うん。ていうか、あのー、もう、た、単純というか、うん、素直というか。うん、いやもう、男の人は大体そうなんじゃないかなと思っちゃいますけどね。例えばですよ。はい。あっちのコンビニに、広末良子に似てるのがいるってばって聞くさ。<laughs> 大概行くと思ってますよ。ああ行きそうだもんね皆さんね。あの名古であれ、糸満であれ、そこまで本当に本当にえ行ってどうするんですか。見る。ちょっと見てあ本当だその確かめたいみたいな。うんうんでもなんか泡浴場的な思うんですか。いや泡浴場ってまあまずは多分あれじゃないですか。見るっていうところから始まるんじゃないですか。うわ。 ストーカー予備軍です。<laughs> そうそう、ストーカー予備軍だ。はい、もう前向きな人はストーカー予備軍になるっていうのもあるらしいから、ちょっと気をつけてくださいね。あいや、まあ今は大丈夫ですけど、うん、ただでも、そういう一言があるだけで、まあ行動しますからね。うん。うん、でも確かに女性も社交事例とはいえ、はいあの、本当に行為がない人にはあんまり言わないと思うので、うん、まあそこはちょっといい意味で捉えてみていいんじゃないかなと思いますけどね。なるほど。うん。おー。天藤さんからは、 この番組における MJ さんの扱い。<laughs> はい。まあ、特にあの、女性アシスタントの時に多い傾向ですた<あ>、ね、本当あ、ですか。はい、まあまあ、MJ さんだからね。だからね、うん、って言ってもあれですけど、ね、突っ込まれるの待ってますから。テントさん、そこで釜っていうチャラミーはなかなかの作詞って入ってますけど、うん、ちょっと釜の飯。うまいこと言ったなって感じですね。結構時間経っちゃいましたけど。釜の飯を食べたっていうね。うん ま、その絵も昭和ということで。昭和まあ、かけてみたということで。はい。はい。えー、さあ、というところで今日の番組のテーマは、異性からご飯行きましょうと言われたら社交事例と捉えますかというテーマでお送りしております。これ、男性の場合はどんななんですかねあ、ごめん。えっと、同性の場合、同性の場合。同性ね、女性は同性同性も社交事例とかありそう。あ、ある。 どうですか実際なんか行きましょう行きましょうみたいなのはありますよやっぱ行こうって言われたら行こうって言うんだけど、うん、でも実現したら嬉しいなって思ってますようん,うんで本当になんかこの人馬が合いそうだなっていう人には、うん、あ本当にもういついつ行きましょうとか言いますね具体的な感じで、うん、はいあじゃあちょっと苦手だなと思ったらどうすんの <laughs> 苦手だなまずいなっていう感じ そしたらもう実現しないんじゃないですかそああ、そういうことか、うん。もういつか的な感じ、今度的な感じでね。うんうんうん。うん、あ、じゃ今週厳しいんですけど、じゃまた、あの、連絡しましょうね、とかっていう感じだと、ちょっと怪しいんだじゃああ、そうかもね。あ<ー>あ<ー>。男性はど,どうしてえでも本当に仲が良くないってそんな話もならなそうですよね。ああ、そっかそっかそっか。うん。あの、あれだったらいいんじゃないですか例えば、 何もなく誘われるのと、うん、まあ実は今こうこうこういうことであ<ー>、えー、まあ難しいなと思っててちょっとご相談というか、あのー、聞きたいんですけどいろいろっていうなんで誘ったのかっていうなんでが分かると人ってねあそういうことだったら全然いいですよって言いそうな感じ。なるほどねだからその誘う時にそれもくっつけたら本気度というか、うん。うん あれがってことそう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 えなんでこの人誘ったんだろうっていうなんでってハテナが生まれちゃうとちょっと怖いさえ言ったらああ確かにねこういう理由で誘ってんだっていうのが分かると安心するんかなと思いますけどねなんかちょっと相談があってとかね言ったらいいかもしれないですねうんえ追決からワウのカオリーさんモーリーさんあゆみさんこんにちはとんきましたありがとうございます まあこの時間、わらのかおりさんはちょうど多分、居酒屋出勤の時間帯じゃないですかね。うんうん、ねこれからですもんね。うん、はい、頑張ってください。さあ、味食うタたラジオ、今日も FM 小座のスタジオから生放送でお送りしています。 お届けした曲はサチモスでミント。 さあ、時刻は5時51分、4時51分になりました。はい、FM 講座のスタジオから DJ モーリーと。やらあみがお伝えしてます。さあ、今日は異性からあご飯行きましょうと言われたら、社交辞令として捉えますかという、うん、テーマでお送りしております。はい。えこちら、ラジオネーム、行天さん。うんえー、モーリーさん、やらさん、リスナーの皆さん、お疲れ様です。お疲れ様です。異性から食事に誘われたら、 社交事例でしょうね。<laughs> その誘いが具体的になって、いざ、マジで食事ってなったら、絶対に何かの勧誘とか、まるまるこう疑うはず。もし二人で食事ってなったら、<laughs> 食事からしたら、普通の居酒屋とおしゃれな居酒屋と、おしゃれなバーみたいなのだったら、何がいいんかねないと思うけどさ、万が一そんな機会があった時の参考にしたいからさ、ゆらみさん教えて、ということで。 あの勘繰りすぎですよね <laughs> 何かの勘誘かっていやでもそういうのないですか同級生とかからさ久しぶりに連絡あって急にご飯行こうとか飲みに行こうって言われておおってなるけど、うん、一応相談するんじゃん別の友達にあそうかもね、うん、なんか本当にえこの人からっていう人だったら相談しちゃうかもね、うん、ですよね <laughs> いや同級生と言えるんですやっぱりうん、うん 中にはね高卒依頼あってないんだけど、えー、久しぶりに誘われて「やったーあいつから誘うなんて嬉しい」って言って行った同級生が風呂敷広げてみると、まあ、そういうお誘いだったっていうのでめっちゃショックだったっていうこと言ってましたね。そそれれれちょっととショックですすよね多分それ誘われやすい人と、うん 誘われない人いますね僕はどっちかというと誘われないタイプですねあ誘われないもしかしたらあれかもしれないですねもうバレちゃうかもしれないですね誘った時点であと思っていろんな人に聞いたりして行かなさそうっていうああ俺一回だけなんですけど今でも謎の食事会があったわけ今でも謎だわけ謎って何あのえっとですね男性の方なんですけど一度 お仕事で2回ぐらいですかねいろいろこう深い話というか、はい、今までどんなだったんですかとか今後どうなっていくんですかとかってお互いのその、えー、昔話から、まあ、これから夢について話したりとかしてたんですよでそれから3ヶ月4ヶ月経ったぐらいの時に、はい、この人が海外に行くとはおはおあそうなんですね って言って寂しくなりますねって言ったらあのー、一回ご飯行きませんかって言われたんですよあ海外に行く前にそうそうそう、うん、あ全然いいですよって言ってでいろいろ僕もねあのお伝えいうかかありがとうございますとかいろいろ話したいこともあったんでって言ったらもう一人いるんですよあ二人だけではなかったとで同じ席に座らないんですねえの 男性の方は同じ席なんですけどこの男性の方が連れてきた人は別の席にいるんですよ <laughs> えその別の席っていうのはどれぐらいの距離感なんですかええー、二2席分ぐらいええー、謎ですねえ,え,えなんで一緒に来たって分かるんですかうもう分かる分かる分かる一応紹介されたわけあー毛利さんですとかあはじめましてって言って あの、私はこっちで、あの、いるだけなんで気にしないでくださいねって言われて、普通に、ユンタクしたんですけど、<laughs> 気になるさ、なんか、設定が何て言うのどういう設定なのってわからないさ。<laughs> そうですよね。あ、あれかもしんない。もしかしたら、二人ね、だけしか話せないこととかあるかなと思って気使って、かもしんないですね。この、あの、ちょっと離れた方は。うんうんうん。うんちょっと水いらずでどうぞみたいな。 いや、<laughs> そんなのってある <laughs> 本当に謎ですよね。<laughs> で、まあその時の会話としては、あのー、おすごい、えー、尊敬というか、あのー、人間的に、良いですねって言われたんですよ。僕が。はいはいはい。<laughs> <laughs> まあそれもおかしな話なんですけど人間的に良いです、ね、あのー、森さんはすごい人間的にいいと思いますっていうありがたい言葉をいただいたんですけどそれを伝えたかったんですって言われたんですよああその伝えたかったからこの場を設けたとそう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  <laughs> でこの方と僕は対面で、はい、その、まあ、対面のその方の2列 テーブル2つ後ろにはお連れの方がいてっていう怖い今考えると何だったのかってい分からないんですよ本当にへえマネージャーさんとかですかではないではないもう全然そんな感じではなくて謎ですねそうそうそうその方も男性の方だったんですけどはいあれは何だったのかなっていうあの人は一体みたいな自分にしかもしかしたら見えてないとかいやでもそうですよね霊的なことじゃないですよ でも自己,で、ね、自己紹介とかあったんですもんねへ、うん、えー、めちゃくちゃ謎だから「いいね」が押しづらいんですよ本当に <laughs> 今なお腑に落ちないですねこれ結構ね時間経っても何だったのかなーってちょっと思いますね今度会ったら聞いてみたらどうですか どんなあの聞きってってことですかていうことですかすみません、ちょっとあのあの時なんですけどもちょっと気になってたんですけどもお連れの方っていうのはどういうあれだったんですかみたいなあ。なるほど、なるほど。うん、で今度一緒にね3人でもよろ,けれよろしければとか言って言いながらまた行くんですか <laughs> また行くわけこの構図、構図で構図。そしてまた人間的にいいと思いますっていう。あ、言われるために。言われるっていう。欲しがりか。<laughs> そうそう。謎すぎる。<や>ちょっとね、今考えてもあれは不思議だったなと思いますね。うんすうん、さあ、今日は社交辞令で,ですね。異性から、まあご飯行きましょうって言われたらどう捉えますかというテーマでお送りしています。アジクーターラジオ、この放送は、お母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディースクリニック、 株式会社常信組、以上各社の提供でお送りしました。 Ladies and gentlemen. さあ5時になりましたアジクーターラジオ FM 講座のスタジオからお送りしていますえー、っと北海道の徹さん日時の指定がない限りは社交辞令かな今度ご飯行きましょうね っていう、うん、今度っていうのがねいつかっていう、うん、そうですね、うん、まあ大人のねこの会話のマナーじゃないですけど礼儀みたいな感じで、うん、まあ言うっていうのもあったりしますからね流れでね<ー>、うん、なんかこう「行きましょうね」って言われて、うん、こっちから連絡した方がいいのか、はい、相手から来るのを待ってた方がいいのかって迷いませんあ迷いますね なんかこの人の先輩後輩とかどっちが年上とかそういうのにもよるかもしれないですよね。うんうん年上の人だったら待っちゃうかな。ああ<ー>、うん、そうですよねやっぱりね。 あの大塚さんからツイキャスで、はい、沖縄の人の「飲み屋さんで帰りりままししょうねは勘違いした記憶があります、ね、<ー>何々しましょうね」って本土の人が言われると一緒にするのかなって思うから、うん、飲み屋さんとかで多分お姉さんから「帰りましょうね」とか言われたら「うん、あ一緒に帰れるってこと?」みたいな <laughs> 多分そういうことだと思うんですけどマットゥゲザー的なはい、うん、あこれあれですよね 内でで沖縄の人あるあるるすよねうちの兄ちゃんもあの看護師の時代があったんですけど看護仲間の皆さんで、うん、宴会いて飲んでたみたい、うん、で寮生活だったらしいんですけど「あ,のあ明日僕ちょっと早いんで先に会いましょうね」とかっていうこと言ったら、はい、女性陣から「えっ?」っていうめっちゃ、ね、白い目で見られたっていう話してましたね。あー なるほどねあちょっともうオフライン行ってきましょうねとかで席立った瞬間に <laughs> はっていう展開とかあったみたみいですね <laughs> なんかこれ学生の時とかに県外に行ってこの言葉とかを言うのと大人になっっててからってまた全然違いそうですね、うん、私の場合は県外に出たのは大学生というか学生の頃に沖縄離れたので最初に一言発した時に友達とかがついてきたりしたからあこれはだめなんだと思って。 あ、実際友達がついてきたわけ。そう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 、どこどこ行ってこうねみたいなこと言ったら、うん、あ、行って、なんか一緒に行くのかなみたいな感じで、うん、あ、じゃ、ついてきたあ、これってそうだ、沖縄だと思って、直したんですよ、<ー>そっから。で、それは、まあ、大学生の子の間柄とか、友達同士だから、まだいいけど。なるほど。なんか仕事とかになってくると、色々勘違いとか起きそうですよね。あるでしょうね <laughs>、うん。これ異性だったら、なおさら。そうそうそう。そうかもね。ねえ。はあ で先ほどの仰天さんの話じゃないんですが、はいえー、その誘いが具体的になっていざ食事ってなったらまあ女性からしたら普通の居酒屋とおしゃれな居酒屋とおしゃれなバーみたいなのだったら何がいいんかねってありましたけれども何がいいんですかどっちがいいかなあ<の>でもいきなりさ、うん、おしゃれなバーみたいなところに連れていかれたら、うん、女性はちょっと。 警戒する。警戒しますよね。<ー>うん、えじゃあ、どこがいいんですか逆に、ざっくばらんに、なんか焼き鳥屋さんとか、なんか軽い感じがいいかもしれないですね。はああ、ちょっとこう、大衆的な。そう,そう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 。ちょっとこう、高級感とか、うん、そういうところではなくて。でも、相手のキャラクターにもよるかも。うん、うん。なんか、おしゃれなか感じが似合う人とかだったら、全然不信感がないというなるほど、なるほど。いや、難しいな、こ難しいですね。 ラーメン屋っていうわけにもいかんしねでもラーメン屋とかだとあんまり話せないですからね2人でゆっくりねのんびりとねそのチョイスマッチなんかちょっとおかしい回転率上げんといけないお店側としてはそう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 なるほどじゃああのダチ屋さんとかこの辺だったら他でいいってことですねいいと思いますよダチ屋さんとかね今結構旬というかねせんべろとかやってますしなるほどそうだな あんまりじゃあ攻めすぎるっていうのも良くないってことでしょうね。うんうん。うん、いきなりバーとかはね、ちょっと。はい。うん、うん。さあ、MJ さんからいただきました。そういえば、お食事行きましょうとはちょっと違いますが、昔、取引先の人から、うん、ビーチパーティーがあるから来てと言われたことがあります。で、それを真に受けて、当日、会社お休みいただいてビーチパーティーに行ったら、本当に来よったって言われたよ。<laughs> <laughs> えじゃあちょっとさ<れ>本当は誘ってるつもりじゃなかったみたいな。っていうことなんですね、えー。ちょっとそれ恥ずかしいですね。本当に気負ったって言いよっ, <laughs> ったわけ何かさ言うのもちょっとあれだよね。あのなんかまあ多分そんな雰囲気なんだろうなって感じるのもショックですけど、うん、言われるのもっていうなんか。<laughs> これもちょ、ショックですね。本当 <laughs> にきょっとよやっていう感じでしょ、たぶん。でもまた言われる方が良くないなんか誰も何もそんなことも言ってくれなくて、<あー S 2> <laughs> 空気だけが、え、あの人、なんかちょっと自分だけがなんかよそよそしい感じだったら。ああ <laughs>、確かにな。<laughs> なんか気まずくない えー、でも来てしまったらこっちのモンスターね、うん、そのお得意先のバイトの女の子たちとビーチでワーキャーしたよ。うん、お肉食べながら今頃会社の同僚は汗水垂らしながら仕事してるんだろうなと考えながら。でも俺、今お肉食ってる、もう最高と思ってたな、うん、またあんなビーチパーティーしたいなということで。いやー楽しそうですね。うん。うん、ビーチパーティーとかだったらね、なんかこう、 社交事例としても OK だし、うん、嬉しいし、うん、ね、真に受けたとしても嬉しいですね。ですね。うんうん。うん、どっちにしても。しかも二人だけとかでもないしね。うん。うん、なるほど。ってことは MJ さん、そんなにじゃあ警戒されてないっていう人なんでしょうね。 ああね誘ってくれたりするからねみんながで実際に「本当に今日っとや」ってなかなか心の声って言わないじゃないですかまあショックはショックですけど <laughs> 言ってくれますからねねえ、うん、い,いいんじゃないですか、うん、ねそういうのがシーサーさんがツイキャスで「今日は何の話なのかな笑い」って来てますけどもど、えー、異性から、はいえー「ご飯行きましょう」と言われたら「うんえー、社交辞令として捉えますか?」というテーマでお送りしております、えー、ベーコンさんえっと 全然俺はローソンの駐車場でフライドチキンでも大丈夫だけどなということで。2> え ?2、ー、二人で駐車場でフライドチキン <laughs> どういうことやいや、それぐらいのスタンス、立ち話とかでもいけるよっていうことじゃないですかそれ相当仲良くないとできなくないですか逆に。<laughs> まあそうですね。あの、ドシンチャーじゃないと無理な話かもしれませんね。うん えー、あ社交辞令の話だったんですね、ということで、あ、そうですね、はい、まあ、捉え方なんですけどね、うん、えー、ご時代のメッセージをお待ちしております。アジクーターラジオ、この放送は、社会福祉法人、道代保育園、花風三里保育園の提供で、ご時代はお送りしていきます。 さあお届けした曲は富田ラボフィーチャリング「ケミストリー」で「ずっと読みかけの夏」お送りしました <music> ここまでニュース <music> まずはこちらのニュースです。海上自衛隊岩国航空基地によりますと、今日午後2時20分ごろ、基地内で自衛隊のヘリコプターが横転しました。8人が乗っていて、4人が軽傷だということです。県に入った連絡によりますと、ヘリは砕氷船知らせに搭載されている CH101 で訓練中だったということです。 2020年東京オリンピック・パラリンピックに向け、成田空港国際空港会社は3つの旅客ターミナルビルにある客用トイレ全147カ所について、老朽化などを理由に改修を始めました。9日には第1弾として、第2旅客ターミナルビルの到着ロビーなど2カ所で広い個室などを備えたデザイントイレが改修を終え、使用できるようになりました。 長崎県津島にカワウソがいたのを琉球大学などのグループが今年の2月確認し、17日映像を公開しました。国内に生息していた日本カワウソは絶滅したとされており、今回見つかったカワウソがどの種かは確認できていません。グループは津島で生き残っていた可能性とともに、韓国沿岸に生息するユーラシアカワウソが流れ着いた可能性もあると見て調査をしています。 生きている状態でカワウソが見つかったのは38年ぶりのことだそうです人気芸人やタレントらが自らのしくじり体験を告白し注目を集めた人気バラエティ番組しくじり先生 俺みたいなるなが10月期の改編で終了することが17日明らかになりました2014年10月にスタートして以来多彩なジャンルのしくじり先生が登場し好意を博したが約3年間の番組の歴史に幕を下ろすことになりましたさ手スポーツの話題 第99回全国高等学校野球選手権大会は9日目が終了。2回戦までの戦いが終わり、ベスト16が出揃いました。今回は東日本から8チーム、西日本も8チームが勝ち残り、東西に差はなし。地域ごとに見ると悲願の初優勝を目指す東北から4チームが勝ち残り、関東も、関東も東京の東京大、東西の東京代表を含む4校がベスト16に進出しました。 西は近畿が3つ、中国、四国も3校ずつを残し、九州からは2校が勝ち残り、北海道と北新越、東海勢は2回戦までで姿を消しています。 さあ、おしまいに天気の情報です。今日のこの後は、西の風、晴れ、ところにより、夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。波の高さ1メートル。夕方以降の降水確率は20%の見込みです。そして明日の天気、西の風、後、北東の風、晴れ、波の高さ1メートル。 午前中が10%、午後からは20%の見込みとなっています。朝の最低気温が28度、日中の最高気温は34度となっています。 合わせて気象情報です本島地方では今日夜の初め頃まで発達した積乱雲の下での落雷や突風急な強い雨に注意してください沖縄地方は太平洋高気圧に覆われて晴れていますが先島諸島では雷を伴い激しい雨の降っているところがあります今日から明日にかけての沖縄地方では太平洋高気圧に覆われておおむね晴れますがにわか雨や雷雨のところもあるでしょう 今日の先島諸島では雷を伴い非常に激しい雨の降るところがある見込みです以上ここまでニュースと天気の情報をお送りしました さあ、外もね、まだまだ日差しがこう強くて、うん、暑いはずね、今ね。暑そうですよね、まだまだね。黙々とこの入道雲がね、うん、また、はい、夏って感じがしますけど。風、全然吹いてないんじゃないですか、今。全くと言っていいほど吹いてないですね。ピタッってしてますよね。<laughs> 普段ならねこのそよ風というか、うん、あのブーゲンビリアがまたいい感じでね吹いているんですけれどもあ,あ,れあれブーゲンビリアっていうんですかブーゲンビリアですよがほんとピタッですね暑いやつねやっぱりねなんか出たくなくなりますねもうね、うん、スタジオからねあだからアビュニュー人通ってないんだよ <laughs> <laughs> そういうこと <laughs> 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 えー、34度ではありますけどももう日中はね本当に暑いですからね、えー、水分とまた塩分とかミネラルをいっぱい取っていただきたいなと思います、はい、あのー、最近ですね、えーまあ、健康に健康を重ねる意味ではないですけど<う>粉末煎茶っていうことであの何、ー、ていうの お茶っ葉とかを本当に細かくしたやつを水筒に入れて飲んでるんですけどいいですねお寿司屋さんにあるみたいな感じああそう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 そ,う<ー>それがこうなんだろう血液サラサラというか血にいいっていうことでやってるんですけど<ー>最近それにプラスあのー、きな粉とごまをすりつぶしたやつを入れてるんですよ、うん お茶の中にきな粉とそのごまのすごいつぶしたやつごまを何かよあの、ね、スプーンで入れるから、はい、昔のミロ,ミロ飲んでるみたいななんかイメージでは。<laughs> でも入ってるものがすごいなんか初老な感じがにじみ出てるんですけどもすごいですね健康に気使ってますねなので多分初めて飲む人はえって鳴らすあどんな味うんどんな味なんですかいや最初は最初こそ緑茶なんですけど後味はあのきな粉とかごまの風味が漂うという <laughs> なんか逆に飲んでるんだけどパサパサみたいにならないですかカッサカサみたいな、あのー たまに歯にかかる。ごまが歯にかかる。<laughs> もう、もはやね、もういろいろ食べ、<laughs> 食べ応えがある感じというか <laughs>。店頭さんが、初老飲料。<laughs> ありそうだね、<laughs> ジャンルとして。あのご隠居盛りますって書いてますか <laughs> もう隠居、隠居される感じなんですかね、もうこれから。あの、清涼飲料だっけ、うん、はい。で、このように初老飲料。 ありそう。<laughs> ありそう、お店頭さん。でも、超高齢社会だから、もしかしたらどんどんそういうのが増えてくるかもしれないですよね。あのー、トマトジュースなんかも、うん、飲むんですけど <laughs> あ、リコピンが入ってるって書いてるから、はい、ついつい買っちゃうんですよ <laughs> どん。すごいですね。美意識高い男子じゃないですか。美意識っていうか、はいあの、血管のドロドロを解決したい、<laughs> 本当に。ドロドロ地なんだ。 多分。うん。でも私ももう今、本当に毎日と言っていいほど毎朝、グラノーラを食べてて。グラノーラ。はい。今ね、フルーツグラノーラ、いろんな種類があるじゃないですか。うん。美味しいですよね。あ、そうですか。うんで、それに豆乳をかけて、あの、シスコ、なんて言うんですか。あの。ああフレーク的なそうそうそう。フレークみたいな感じで食べてるんですけど、それにきな粉かけたり、シナモンかけたりして食べてます。じゃあちょっとあれだ、あの、 軽い系の食事って感じだ。朝ごはんはね、あんまり私はちょっと、えー、そうなんです。軽い感じで。沖縄にいるのに、パリにいるような感じの食べ方をしてるんですね。<laughs> いやいや、何ですか、その、グラノーラでパリって。<laughs> <laughs> 安直だな、また <laughs>、えー。人工知能のお父さんが、粉末煎茶か。うん。うん。えー、 粉末煎茶とあがりって違うのということでいただきました。ああ、がりってでもた確かに粉末なイメージありますよね。うんうんうん、うん、あ、僕のは粉末煎茶プラス、うん、えっと抹茶って書いてる。抹茶入りって書いてる。あ、抹茶も入ってるんだ。うん。でなおかつそれにきな粉も入れて、ごまも入れて。黒ごまね。黒ごまうんうん。<laughs> だからその薄いこの黒ごまを噛んで食べてる。うん。最後に。美味しいですか？ うんんんなななかかそ悪くいですよよだっったたら結果的にミルクとかだったらいいんだろうなと思うんですけどいってもね水に入れてるんで風味だけあるけど味はちょっとあれかもな豆乳とかだったら美味しいけどね黒ごまきな粉美味しいんですよ料理にねちょっとこうスプーン一杯なんかかけたりとかねそういうアレンジだといいんじゃないかなモーリーさんが黄門様の格好をして初老飲料 と決める CM ああいいんじゃないうんいいんじゃないうん、うん、スポンサーはつかないでしょこれどう考えても <laughs> 自分発信でスポンサーはつかない系だと思いますよ自費,自費で <laughs> 自費自費スポンサーで人工知能の夫さんチワス今日は久々にのんびり畑仕事中の人工知能の夫です<ー>やっぱり畑仕事は落ち着くな っっててこことと相当好きってことですよね,ね,ねえ畑仕事は暑いけど癒されるって書いてますけれども、うん、あでも畑仕事って相当体力奪われそうだけど、うん、やっぱり自分自身が食べるものを育ててるとかってなると、うん、また違うのかな格段にねああ美味しさがね、うんえー、また土いじりはい,、うん、いいとかって言いますもんね,ねえ菜園とかもねいいって言いますからね、うん えー、食事、別に普通に食事じゃない、えー、嫁はよく私の友人や幼なじみと食事に行くよ、うん、私引きこもっている <laughs>、えー。今日で40になりました。いろいろ責任ある仕事が増えてきましたが、仕事も趣味も全力で、東急で楽しみたいと思います。緊張率図書館での折り紙展は19日までだよ、ということで。はい。人工知能のお父さん、今日誕生日ということで。 今日なんですね。おめでとうございます。おめでとうございます。8月17日。はい。おしかも40ちょうど。うん。ロバート・デニーロと一緒の誕生日だ。あ、本当に。すごいその情報を持ってますね。朝のラジオで言ってたからロバート・デニーロさんと。そっか。40なんだ。不惑の年ですね。もう、これからいいんじゃないですか。いろんな油が乗ってくるときですよ。あ、そうですか。男性はね。うん。いいと思います。はい。そうらしいですよ。 ベルプラマスクさんからも異性からの食事の誘い考えるの面倒くさいからあーでも嫁さん愛してるからなーと断りますうどうせ保険の勧誘か高い壺を売るかゴッホっぽい絵を売るかでしょうということであーもう勧誘と思うんですねもう皆さんねやっぱね怪しむんじゃないですか <laughs> うんもうそれぐらいがいいかもしれないですね男性はねうんうん ほいほいとかって行くよりもああなるほど、うん、なんかあの、まあ、ちょうど今日なんですけど「モニタリング」っていうテレビで、はい、先週あのカップルでビーチに来てて、えー、彼女さんが突然トイレに行って席を立ちますと、うん、でその瞬間に「すいません」って言って色白の美女が「さんをいるってくれません」っていう設定があるんですけど、えー、怪しさ満点ですねで別の部屋でモニターでさあ,あなたの彼氏さんはどんな対応するのかみたいな やってたんですけど、えー、大体の男性がニヤニヤしながらあのこう、えー、サボり塗ってるっていうのがあったんですけど、えー、塗るんだ <laughs> でも明らかになんかもう彼女さんが離れた瞬間にこういう人が来るっていう時点がもうなんかすごいもうだからねいや怪しいだろうって怪しむだろうと思うんですけど やっぱ目の前のね母音<ー>、まあ、ちゃんとその色白にやられるんでしょうね <laughs> 言い方も <laughs> でそれでも鼻の下を伸びちゃってっていうへえー、でもこれ彼女さん戻ってきたらもう嫌だねそんなのねもうモニターのところにまあ表情映るんですけど鬼になりますからねやっぱりね <laughs> でもな自分だったらどうするかなとかいろいろ考えるんですけどまず疑うからね基本もう森<ー>さんの場合はねそもそも、うん、どっかで誰かがとか罠だろうなって思うから多分、ね、その方がいいですよねなんかいえー、このオイル塗るっていう事態がちょっと嫌ですよね。<laughs> もう触れてるじゃないですかみたいなはい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 、うん、あんまり沖縄ではそういう設定ってないんじゃない、うん、ないよね多分絶対ないだろうけど「昼間の奥さん」「アジクーターの皆さんはいたい昼間の奥さんかもね」いい「明け方クーラーがオフのタイマーで消えると次は扇風機がオンタイマーで動きますすごい連携プレーだ」おーえー「今朝はその扇風機の風が冷たくて目が覚めたわ」えどんなやってんのかな あのクーラーがあり、まあ二時間四時間とかって設定して、はい、扇風機のオンタイマーとかってその時間とかできるんかな。ああ、扇風機もあるんですね今のものはね。うん、タイマーがあるんじゃない？意外と扇風機も何千円と思ったら。 まあまあ高いのありますもんね。ね。ね結構ね、最新型のものとかだったら。あ、そういうことなすかなあ、じゃそういうものなんだ。タイマーつけとくっていうね。あ、めっちゃいいね。いいかもね、それね。あの、冷えた冷気がうん、うん、残ってるうちに扇風機が稼働して、うんうん、で、クーラーよりは涼しくないけれどもっていうところか。うんうん、だから寝苦しい夜とかでも、うん、汗かきながら起きるとかもないってことですよね、なるほど。いいですね。うん、さあ、テーマ、ご飯でも。えー、週刊誌に取られますね。 社交事例にします。あなるほどなるほどあ,<ー>あの昼間の奥さんが誘われた時に、まあ、笑ってね週刊誌に取られちゃいますねって言って、まあ、流すっていう若い頃年上の方にこっそり言われてはいみんなで先輩も喜びますと手柄にしてしまった私当然その方は苦笑い手のひらをないないって振りながら私から遠ざかっていきましたとさえ二、ー、十歳そこそこじゃわからないよねということで 明日、18日金曜日、うん、安村聖火ご夜店はお休みします。ごめんね。夏休みの直前から入院していた長女が退院をします。うん、学校の友達、ご夜青年会、バイト先、自分の居場所というか、心の寄り所があってよかったです。えー、人工知能の夫さん、40歳おめでとうございます。うん。ありがとうございます、はい。ようやくですね、はい、待ちに待った退院だと思いますけれどもね。えー、まあ、でも、退院明けになるのかな、明日はね。 まあですが無理せずねゆっくりしていただきたいなと思います。まあ最近ちょっとねあの体調崩す方というかあのまあクーラーとか外の気温差もあると思いますけどね夏風やっぱ多いですからね。ね。はい。急に来ますからねなんか。うん。どんな感じだったんですか。なんか立ってられない感じになっちゃいましたよ。そんなに。そう。で節々が痛くなって。はい。風のね症状というか。うん。 でもう寒気がすごかったのでもうとにかく着込んで着込んでみたいなこんな暑い中で、えー、そんなにですかでねね熱はちょっと出たんですけど、うん、あのそうやって汗をかいていったらあのすぐに下がったので、うん、よかったんですけどねでも今でもやっぱりん,んていうんですか食欲はそんなにあの揚げ物とかあんまり食べられない感じああ干してないんだ、うん、へえ、まあ、あれなのかなやっぱりその クーラーだったりとか熱中症的な感じなんですかね,、うん、ねかもしれない夏風邪って感じでしたなるほど、うん、はい、ラジオ聞いている皆さんもね、気をつけていただきたいなと思いますさあ時刻は5時31分になりました続いては子どもたちのコーナー未来家内の時間ですカフー日常保育園プレゼンツ未来家内、はい さあ未来課内のコーナーこのコーナーは社会福祉法人人福祉会道代保育園花風三里保育園の提供でお送りします、えー、道代保育園の皆さん、まあ、体育の時間にです、ね、お邪魔したんですけれどもちょうどあの10月に運動会が迫っているということで、はい、運動会の練習、えー、特にマット運動あと鉄棒とかをね頑張ってやっておりました、えー、今日もその様子を聞いていただきたいなと思います

よいいん、はい、はい、はい、よいしょ、はい、いいですか、えー、上手だったんだけどね初めにお名前呼ばれるときに大きな声で「 今日からお返事ししていきましょうね誰がやるか分からなくなるからお父さんお母さんも見ても誰の番か分からなくなるから名前呼ばれたら大きな声でお返事してねいいですかいいあそれと元気なのはいいことなんだけどお山登った後あまり慌てなくていいからねバッタンって顔を介護したらお父さんもさびっくりするからしっかり足で降りてくださいよ足からだよ。

飛び箱の段差がアップしたりとか、ええー、まあ、鉄棒にぶら下がる。 まあ、クラスもあれば逆、うん、上がりをするクラスもあったりとかあと前回りを、ね、する子どもがいたりとかいろいろあるんですけれども、えー、っと昨日はですねアリエス組の皆さんそして、えー、年中さん年長さんがそれぞれ練習に加わっておりました、うん、年長さんぐらいになってくると、あのー、6段ぐらいあ違うや8段ぐらいまでかな。えー、そんなに あの体育のこの先生島袋先生っていうんですけど、はい、保育士の方が隣で、えー、ジャンプする瞬間にサポートをしてくれるのでその補助ありで、えー、一応八段ぐらいまでは飛べ、ね、る子もいましたね。しかも皆さん前回りとかも鉄棒とかもやってるんですね。あのやっぱりこうコツをつかむとか あのまあ、できるだけその島袋先生も成功するまでの,その形をの手で押したりとか支えたりとかしてこういうふうにやるんだよっていう言葉がけもしながらその自分の体でえその形をね持っていくっていうやり方でどん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 ,どんこう成功させていくっていう今週は沖縄市東原にあります道塩保育園の元気な子どもたちを紹介していきます。 未来家内このコーナーは社会福祉法人人福祉会道代保育園、花風三里保育園の提供でお送りしました。 ヤライチミライア書店イオンライカム店の様々なジャンルの本のランキングを紹介するヤライチのコーナーですえ。今日はですね、先週1週間のミライア書店ライカム店のビジネス書のランキングを発表します。まずは10位から6位です。10位は 森谷厚史さんの最高の戦略教科書、孫子。うん。うん。10位は森谷厚史さんの最高の戦略教科書、孫子。うん、2500年もの間、偉人たちに読み継がれ、今なお絶大な影響力を誇る名著を、一部、孫子は何が言いたいのか、二部、孫子は現代でも活用可能なのかの二部に分け、身になるステップを追っていくというものです。 そして9位はですね岩本剛典さんのなぜ僕は4人以上の場になると途端に会話が苦手になるのかうん、うん、でもなんか分かる気もしますよね。これめっちゃ読みたい、うん、なんか初対面だと特にじゃないですか,、うん、なんか普通に気の置けない仲間だったら4人以上になろうが全然喋れるけど、うんうん、初対面で4人以上とかになるとなんんかちょっと緊張しませんする、ねあのー、居酒屋とか飲むとするじゃないですかたくさんで。はい 一人の時間ある。<laughs> <て>あれあれなんでっていう時あるよ。あれ気がついたらっていう時ある。<laughs> どういうこと一人でどっか行って息抜きしてるってこといや、あの、そんなことじゃないですけど、みんな話してるんですよ。はい。さっきまで。あれ俺今一人だなっていう時がある。<laughs> ありそうなんかかわるる気がするーーあれっていう時はあれ本当に一 <laughs> 対一なら割と普通に話せるのに人が増えると話しづらくなるとか大勢いる飲み会だといつもああ帰りたいと思うこんな思いを抱えたことはありませんか話せてないのは自分だけで他はワイワイ楽しそう点々点どうすれば45人中会話量が一番少ないやつから抜け出せるのか。うん どうしたらいいのこの本では、集団感が強くなり始める4人集まった場を想定しながら方法を探っていくというものです。なんか具体的な、うん、ね、あのー、想定して、そういうもので探っていく、うん、ということですね。なるほど。はい。これ気になりますね。8位は、斎藤隆さんの漫画、斎藤隆が教える孫子の兵法の活かし方。 こちらね、10位でも孫子が入ってたので、うん、孫子さん今来てますね。2500年の歴史を持つ兵法書、孫子の兵法を具体的な現代のビジネスシーンで役立つノウハウを斉藤隆さんが漫画を使ってしっかり丁寧に解説したものです。リーダーの筆読書と言われ続けてきた孫子の兵法をわかりやすく解説していきます。あの、中国春秋時代のあの、 軍事思想家、うん、もういろんな人たちが戦ってきて、でも勝ち抜いたこの孫子の、この攻略法っていうのが、ビジネスのシーンでも活かされるようっては、みたいですね。なるほど。うん。そして7位は、神奈川章則さんの、20代の生き方で人生は9割決まる。7位は、20代の生き方で人生は9割決まる。一流大学卒業という学歴、安定した一流企業の社員という立場、難関な 公認会計士の資格、それらをすべて捨てて、非常識と言われる行動をしてきた著者が20代であり得ない成功を収めたその考え方、ノウハウを公開ということです。うん、うん。そして6位は、こちらも根強いランクインですね。樺沢志音さんの神時間術。6位は樺沢志音さん、神時間術です。そしてず続いては5位から1位です。5位は、スティーブン・ガイズ氏の小さな習慣。 5位はスティーブン・ガイズ氏の「小さな習慣」。小さな習慣とは毎日これだけはやると決めて必ず実行する。うん、本当にちょっとしたポジティブな行動。この方法を使えばすべてのことは習慣化し目標を達成できて夢を叶え人生を変えることができる。何しろ小さすぎて失敗しようがないからできる。うん、で内容骨太なハウツー本となっています。ははいい、うん、さん 何もしないっていうのはダメってことですね。じゃあね。うん。小さな習慣でもコツコツなんかやってた方がいいってことなんですよね。うん,うん。あのー、ちょっと脱線しますけど、はい、今日あの小社自治会に行ったんですよ。今日。<ー>あのというのも、うん、82年前の沖縄のいわば戦前の写真がこう見つかって、うん、朝日新聞本社のその移動の時に、あ。 何これって開けてみたら277枚の,そのフィルムが見つかって「沖縄」って書いてあって「あれこれ沖縄のなんだ」って年代も不明記者も不明さあどうするってなってまあ記者が特定されたので公表に立ったらしいんですけどそのネガっていうのが糸満の漁業那覇の市場で沖縄市の古社のサトウキビっていう農業のお取材を 大阪本社の方やってて、えー、そのネガが出てきたっていうことなんですよ貴重ですねでその当時9歳だった日屋、ね、長英さんという今現在90歳のおじいちゃんと話させてもらったんですけど、うんはい、長生きのいいなんですかって聞いたら何でも食べることを好き嫌いしない食べることっておっしゃってて、えー、でさらにはあのー、生きてるってことは何かをするってことだ、うん、生きてるだけでね何かをするってことが 生きてるってことだってことを言ってたんですよ。いや、なんか九十以上の方がもうおっしゃると、うん、いや、もうね、すごい説得力ですよ。あの、やっぱりこう。当時ね、着物しか着てない時代があったからこそ、うん、そのものの大事さだったりとか、うん、その仕事に対するハングリーさっていうのを、もう備わってる方なので、わっとこう来たんですけど、うん、その方、えー、自分で今、運転しているんですよ、車。 ああ本当ですかでさらに仕事もしていて運転しながらあ、えっと、自動車修理もして塗装もして、えー、今これをなりわいにされているっていう97歳ってことはかじまやまかない失礼しました90歳、うん、で運転もしてしかも今お仕事もされてるそういやすごいあの電話で普通にアポ取ったからね <laughs> あいいよ今日行くよっていう感じで お若いですね、すもう頭が下がりますね、はい、小さな習慣ってことでしたね、はいはい、4位は松下幸之助さんの「道を開く」うん、もうこれはもう40年以上にわたって読み継がれる、本当にもう520万部発行。うん、ね ロングセラーとなっている本ですけれどもね。また、改めてこうやって、えー、再燃というかね、あの、入ってきてるっていうことですね。うん、松下幸之助さんの、道を開く。はい。うん。そして3位は、千田拓也さんの、20代で身につけるべき本当の教養を教えよう。3位は、20代で身につけるべき本当の教養を教えよう。そして2位は、山崎拓美さんの、さりげなく人を動かすすごい話し方。 2位は、さりげなく人を動かすすごい話し方。そして1位はですね、こちらも長くランクインしてますね。西野誠治さんのスタンフォード式最高の睡眠。うん、1>, 1位はスタンフォード式最高の睡眠。睡眠研究の総本山、スタンフォード大学で長年研究を続ける著者による日本語の初めての著作です。うん、睡眠学の最先端を詰め込んだ内容が多くの読者に受け入れられていると。 なるほど、うん、やはり睡眠は大切っていうことで、うん、もう睡眠気になるというかこういうね興味がある方っていうのが多いんですねいやもうそれだけやっぱり疲れが取れないだったりとか睡眠のちょっとした障害とかね、うん、あるんじゃないですかね、うん。はい以上でここまで やらいちですね。今週はビジネス書のランキングをお伝えいたしました。来週もですね、未来予想でライカム展の様々なジャンルの方を紹介していきますので、お楽しみに。 さあエンンディングの時間ですねラジオネームシーサーさん沖縄のおじいはすごいな運転もするんだね自分のやりたいことをするのが一番だね、うん、ということではいほんとそうですねほんとそうですね、うん、やりたいことされるっていうのがねあのこちら公民館の方で、うんえー、1935年今から82年前の,あの沖縄市九砂 こじゃのね、うんあのー、サトウキビがすごいこう大盛況というか、うん、青年団の活躍があったりとかいろいろこうお手伝い結丸の精神が生まれた地域ということで、うん、視察団も訪れたっていうぐらい、うん。えー なんか本当にその当時は政党工場とかでしたっけ、わせ地区とかね、うん、昔はこういうね、地区だったということですけども、本当貴重ですよね、ああやってネガで残ってるっていうのは、ね。そうそうで、その政党工場、400坪の政党工場があった場所に今、うん、こちら公民館があるらしいんですよ。うん、だそれでねあの、後世に残す、将来に残すために、うんえー、公民館を作ったっていうね、話してましたけどね。 まずあ,あの、公民館の方で、展示会やってますので、足を運んでいただきたいなと思います。はい。さあ、エンディングは、やらみさんリクエストということで、この曲は、松戸谷由美さんで、アニバーサリーです。はい、この曲を聴きながらお別れでございます。アジクーターラジオ、木曜日、この放送は、社会福祉法人人福祉会、道場保育園、花風三里保育園の提供でお送りしました。さあ、最後のメッセージかな。青野軍団さん、チースモーリー、アタン。 高温注意報が出てもお美しいございますな <laughs> いや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 言ってること違うしかもあのとんでもないです青野くんださツイキャスでは今日顔むくんでない疲れてる歌言ってますからね表向きと本心とっていう <laughs>、えー、毎日クーラーつけてからの扇風機も使って寝てるんだけど昨日珍しく寒くて扇風機止めたってば秋だねもう秋のか秋を感じてるんだ感じるあの風呂上がりちょっと朝方さ 寒っって思ったでも確かに夜はちょっと秋を感じますよねうん少しずつね少しずつねうん瞬間瞬間ですけども、うん、はい、えー、今日もたくさんのメッセージありがとうございましたありがとうございましたこの後も「FM 講座」でお楽しみくださいお相手は DJ モーリーと矢田あゆみでした